P ちゃんは普段プロストックでスタッフとして働いています。しかし深夜0時を過ぎると魔導士 P ちゃんとして星占いもしているんです。毎週この番組をご覧いただき本当にありがとうございます。あなたの今週の運勢はいかがでしょうか。2022年5月30日から2022年6月5日までの1週間の占いです。この番組は毎週星2つ星1つのちょっとだけ運気が残念な方々にあれやこれをおすすめする変な占い番組です。さて先週は安全靴をおすすめしましたね。今週は打って変わって久しぶりに歌をおすすめします。テーマは九州出身だよ懐かしい歌特集。じいちゃんばあちゃんに歌ってあげてね。星の数の多い星座の人ほどラッキー。星が一つの人はちょっと残念。今週お羊座の方お牛座の方は星3つで滞りなく、星2つの双子座の方は長崎出身三輪明宏さんの酔いとまけの歌を歌ってみましょう。蟹座の方は星4つで好調です。何を食べても美味しくて食べ過ぎに注意。獅子座の方は星5つで絶好調。ラッキーな数字は8です。タコを食べましょう。乙女座の方は星3つで平穏な1週間です。天秤座、サソリ座の方は星3つで平穏無事が何より。星2つの射手座の方は武田鉄矢さんが福岡出身の海援隊の名曲冗談冗談を歌ってさっぱりすっきり。ヤギ座の方は星5つで絶好調。ラッキーな数字は6です。パイの実を食べて会食快眠でございます。水亀座の方は星1つでちょっと残念。あとでね。魚座の方は星4つで好調。何かが当たります。ほんのちょっと残念な水亀座の方は佐賀で活躍する江口信弘さんの明日晴れるやを歌って元気回復。開運ラッキーアイテムは5月23日にプロストック24番目の店としてオープンしました足立ホキマ店のショップカード。ショップカードに店長さんのサインをもらえたら運気大逆転。泣きたい時は泣いたらいい、笑いたい時は笑えばいい。おまけその1、飲みたい時は飲んだらいい、悔しい時は愚痴るのもいい、そんなことだってたまにはいい、すっきりすべて吐き出したら明日は明日の風が吹く。楽しい夜は一人じゃ踊れない、やっぱり君がいてほしい。寂しい夜には電話しておくれよ、今夜はどんな歌を歌って騒ぎ疲れて朝になるのだろう。おまけその2、ラッキーだった人もそうでなかった人も最後にもう一チャンス。一緒にじゃんけんしてね。じゃんけんに勝ってちょっとラッキーゲット。ピーちゃんじゃんけんだよ。じゃんけんポンポンです。また来週。すっきりすべて吐き出したら明日は明日の風が吹く。明日にはきっと晴れるや。